第5節生活習慣ないし風習ユダヤ教徒は、滑稽の習慣があります。滑稽とは、生後間もない男の子の陰茎背面を切開して、包茎を予防する処置で、滑稽により包茎が治療され、陰茎に汚れた恥やかがたまらず清潔になります。このため、ユダヤ教徒は、陰茎がんの発生が少なく、また、 パーートナーたる女性の子宮頸がんの発生、陰形の恥やかが大きな原因も少なくなっています。この事実より、体を清潔に保つ習慣も、がんの予防に大切です。また、若年からの過度の性行為は、男性では前立腺がん、女性では子宮頸がんの危険因子とされています。逆に、 妊娠・出産の経験がないか少ない女性に卵巣がんが多いとされ妊娠による排卵の休止期間が短いことが卵巣に悪影響を及ぼすと考えられています。また高齢まで独身で出産や授乳経験のない女性すなわち授乳体験のないちぶさを持つ女性に乳がんの発生が多いとされています。